はい、どうも。アフィリエイトやウェブ制作で会社をやっていて、今期で3年目になる男、大仏社長です。ところで皆さん、ことわざって知ってますよね？例えば百聞は一見にしかずとか、善は急げとか、いくつか思いつくと思うんですよ。ズバリことわざとは、昔から伝えられてきた教訓や知識を含んだタンクのことです。ほとんどのことわざは数百年単位のレベルで世代から世代へとずっと伝えられてきたんですよ。もしその言葉がその時代にマッチしていなかったり、人々の教訓にならなかったら、僕らの世代に届く前に消えているわけですよ。ですので、今の時代まで生きていることわざってすごいですよね。僕も一応経営者なんで、自分の会社を存続させていくために時代に応じた新しい考え方をどんどん学んでいかなくちゃと思う一方で、ことわざのような普遍的な教訓を忘れないようにしなくちゃいけないと思ってます。で、今回は僕自身、商売をうまくやっていくために自分の基本原則にしていることわざや格言が3つあるので、それを紹介したいなと思います。ここからの話は職種問わず仕事全般に言えることなんですけど、僕みたいにアフィリエイトをやってる人は特に役立つ内容だと思います。やっぱりね、基本原則を忘れてしまうと、どういうわけか仕事がうまくいかなくなるものなんですよ。ですので、ぜひこの機会に皆さんも改めて自分の現状を見直してみてくださいね。はい、早速ですが、一つ目は三方よしです。この言葉は厳密にはことわざじゃなくて、まあ格言のようなものなんですけどね。実は現存することわざって海外から来たものがほとんどなんですよ。だけどね、この三方よしっていう言葉は日本で生まれたものなんですよ。三方よしっていうのは、江戸時代に近江の国、まあ現在の滋賀県にあたる地域を拠点として日本各地で活躍した近江商人、まあ近江商人とも言うんだけど、そういう商人たちが大切にしていた商売の基本原則のことなんですよ。まあ今で言う経営理念みたいなもんです。この三方よしの教えのおかげで、近江の国の商人たちは縁のなかった他国で顧客を開拓できて、その結果全国へと商売を広げていって大商人となっていたわけですよ。この言葉一つで大成功したわけです。すごくないですか？三方よしの理念とは、売り手よし、買い手よし、世間よしなんだけど、要するに商売をすることで売る人もそれを買う人も幸せになる、そしてそれによって社会全体も幸せになる、そういう商売をしなさいっていう教えなんですよ。僕は特にアフィリエイトをやる上で、この三方よしの理念を一番大切にしています。逆に言うと、三方よしの理念を持っていないと、アフィリエイトとかね、その他のネット系ビジネス、まあ、つまり顧客と直接対面しない商売では絶対成功できないと思います。アフィリエイトって要するにセールスライティングじゃないですか。読み手に対して文章でプレゼンして商品やサービスを買ってもらう仕事ですからね。この時に物を売りたいがために相手の気持ちを置いてくぼりでゴリゴリセールスしたり、社会的モラルに反するセールスしたりするのは、この三方よしの理念に反するわけですよね。ネット上の商売って相手が見えない分、三方よしをスルーしがちなんですよ。ですので、アフィリエイトをやっている方は特に、今の自分の取り組みが三方よしの理念と相反していないか、ぜひ今一度見直してみてください。思うように結果が出てない人は、この理念を取り入れることでいずれ結果が出ると思います。っていうか、僕もこれまで 4,5 年アフィリエイトをやっていて、大金稼いでるアフィリエイターに会ってきましたけど、自分さえ売れれば客とか社会のことなんてどうでもいいわみたいなスタンスの人は全然いなかったんですよね。だから、昔からの普遍的な基本原則を自分のマインドとして持っている人は成功するんだなってその時に思いましたね。で、先にも話したように、三方よしという言葉は江戸時代に生まれた言葉です。でもね、その教えは今でもリアルに結果を出しているんですよ。実はね、現代の日本企業で近江商人から派生した企業ってかなり多いんですよ。一部紹介しますね。はい、例えば西武鉄道などの西武グループ、高島屋、伊藤忠商事、双日、ヤンマー、日進坊、東洋坊、東レ、ワコール、トヨタ自動車、日本生命、武田薬品工業、日霊などなど、これら名だたる企業はもともと近江の国の商人から派生したものなんですよ。これってすごくないですか？過去にも今にも、いかに三方よしの教えが成功を生むか、これで分かりましたよね。これだけ成功例があるんですから、これは自分の中になかったなとか、忘れていたなという人は、ぜひ三方よしを自分の理念として改めて取り入れてみてはどうでしょうか。はい、続きまして2つ目に入る前に、ここで一旦ブレイク。続きは CM の後で。はい、続きまして2つ目は
石の上にも3年です。これもよく聞く言葉ですけど、実はこのことわざ日本が発祥じゃないんですよ。発祥はね、なんと古代インドです。古代インドの修行僧が石の上で3年間座禅を続けて悟りを得たっていう言い伝えが語源のようですね。このことわざは、冷たい石の上でも長時間座り続ければ温まる、これと同じように辛いことでも諦めずに続ければ成果が得られるっていう意味なんですよ。ただ3年というのは比喩表現なので、文字通り3年ということではないんですね。ある程度の長さは続けなければいけないという意味なんですよ。とはいえ、これって変化の激しい今の時代にはマッチしてない原則のようにも思いません？例えば僕ね、 PHP っていうプログラム言語をよく使うんだけど、今の時代は次から次へと新しいプログラミング言語が出てくるし、そもそも PHP 自体ちょくちょくバージョンアップするから、バージョンアップするたんびに従来とは違う記述の仕方をしなくちゃいけないっていうわけですので、プログラマーなんかは特にね、同じことを3年も突き詰めてやっていては時代遅れになってしまうわけですよ。転職した場合なんかもそうですよね。昔はよく会社に入ったら最低3年頑張らなきゃダメだとか言われていたけど、これって会社が存続すればの話ですよ。今の時代、転職した会社が3年後も同じように存在しているかというと分かんないですよね。こんなわけで、石の上にも3年ということわざは古い価値観だっていう人たちが多いです。でもね、僕自身はこの言葉をもっと広い意味で捉えてるんですよ。僕はさ、こうやって自分の会社を作る前に合計4社を渡り歩いてきたんだけど、そのうちの3社で営業職を経験してね、トータルで見ると営業マン歴15年なのね。で、ある会社で子供用の学習教材を訪問販売するっていう営業をやっていたんですよ。アポなしで飛び込み営業ですよ。個人の家に一軒一軒ピンポンして、〇〇の何々です、実はこういう要件で伺いました、今お時間よろしいですかからスタートして、その場で学習教材を売ってくるっていう難易度の高い営業ですわ。で、1日多い時だと 7,80 件回ったかなと思うんですけど、当たり前ですけどね、めちゃめちゃ断られるんですよ。まあ、いきなり知らない人が突然家に来て、お宅お子さんいらっしゃいますよね、学習教材買いませんかって言うんだから怖いじゃないですか。個人情報も知られてるしね。ちなみにね、真剣ゼミとかもそうなんだけど、今は当時とは違うと思うんだけど、こういう個人情報って住民台帳から取得できたのよ。もちろん合法的にね。で、そういうデータを元にして各社営業していたのよ。で、話戻すけど、時には訪問先で出ていけって感じで家の人に怒られたりすることもありましたよ。でもね、諦めないで次々って頑張っていくと、1日1本から2本くらいはオーダーが取れるんですよ。で、いつも決まってタイムリミットギリギリの時間に取れるんですよね。こういう経験を約2年間積ませてもらったんだけど、この経験からね、諦めないで続けていると決まって最後にはいい結果が出るってことを学べたんですよ。逆に言うと、途中で投げ出していたら僕は営業スキルが身につかなかったし、成功体験もできなかったというわけです。なので、辛く思えることも根気よく続けているといい結果が出るもんだっていう、石の上にも3年、僕の中では全然時代遅れじゃなくてビジネスの基本原則だと思います。特に SEO なんかは石の上にも3年の原則がすごく大事ですね。はい、続いて最後3つ目は、早起きは三文の徳です。このことわざも実は日本が発祥ではないんですよ。古代中国の三文が元になっているんです。本来この言葉の意味はね、3日続けて早起きすれば1人分の働きに匹敵するっていう意味だったらしいんですけど、日本にこの言葉が伝わった後ちょっと変わっちゃってね、早起きすると3文、まあ、今でいう100円くらいの価値がある、まあ、つまり早起きするとちょっといいことあるよ的なニュアンスになったみたいですね。以前も話したことがあるんだけど、人間って生体リズムっていうものがあって、常に高いパフォーマンスを発揮できるわけじゃないんですよ。人間の脳って朝はガソリン満タンで元気だけど、あれやこれやと脳が使われるとだんだん消耗していくんですよね。ですので、重要な仕事ほど脳が消耗していない朝の時間帯に行うといいんですよ。実際に世界の名だたる経営者はとにかく早起きの人が多いです。例えばね、スターバックスの元 CEO ハワード・シュルツさん、朝4時半起き。ツイッター創業者ジャック・ドーシーさん、朝5時半起き。アップルの元 CEO スティーブ・ジョブズさん、朝6時起き。ナイキの CEO マーク・パーカーさん、5時起き。航空会社のバージンアメリカの元 CEO のデイビッド・カッシュさん、4時15分起き。全米プロバスケットボール NBA の所属チーム、ブルックリンネッツの元 CEO ブレッド・ヨーマークさん、3時半起き。ここ一番屋を手掛ける一番屋の創業者、宗次徳次さん、4時起き。ライフネット生命の創業者の一人、岩瀬大輔さん、6時起き。こんな風にトップビジネスマンは早起きの人が非常に多いです。早起きが仕事の成功を引き寄せることは間違いなさそうですよね。
早起きは三文の徳、まさにそうです。僕はたまに寝坊してしまうことがあるんですけど、基本的には6時台に起きるようにしています。はい、さてさて皆さんはどうでしょうか。今回はですね、僕自身が大切にしている3つのことわざとか格言を紹介しました。こうやって動画で話したことで、僕自身も改めて自分自身を見直すことができたんで、引き続きブレずに頑張りたいと思います。はい、というわけで今日はここまでです。こんなわけで僕の動画では副業とか仕事術とかウェブのこととか、そういった仕事周りのテーマを中心に動画を配信しているので、面白いなと思った方はぜひグッドボタンとかチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、ここまで動画を閉じずに視聴してくださったということは、少なくともアフィリエイトに興味があって、ちょっと見てみようかなと思ってくださった方だと思います。ここからは、うちの会社で販売しているアフィリエイトの学習教材、アフィリエイトモンスターの概要について解説しますので、ぜひ参考にしてください。アフィリエイトが今一つよくわからないという方のためにちょっと説明すると、アフィリエイトとは自分のウェブメディアに広告を設置して、その広告を経由して何らかの商品やサービスが売れたら、その売上のうちの3割とか5割とかを成果報酬として受け取れる、そういうビジネスモデルの仕事なんですよ。で、アフィリエイトモンスターはアフィリエイトをやったことがない人でも手順通り進めていくことで、アフィリエイトを分かりやすく学べるウェブ上の学習教材になります。もちろんこれまでアフィリエイトを実践してきた方にとっても有益な情報満載の教材となっています。この動画の詳細欄に URL を貼っておきますけど、今ご覧のページにアフィリエイトモンスターの詳細が説明されています。値段は税抜きで 15,800円です。税込みだと 17,380円になります。気になる教材の中身については、こちらに目次を全部載せましたので、時間のある時にじっくり確認してほしいんですけど、ざっくり流れを説明すると、まずはウェブサイトの構築のための準備もろもろ、次にアフィリエイトサイトの構築、次に記事の書き方、次に収益化のコツ、今のところこういう流れになってるんですね。ちなみに今後教材の内容がアップデートされたり、コンテンツが追加される予定もあります。で、実際に購入手順とか教材の中身をお見せしていきますけど、購入に関してはこのページのこちらのボタンからクレジットカードでアフィリエイトモンスターを購入できます。で、クレカ持ってなくて買えねえよっていう人は、このサイトのお問い合わせフォームから連絡ください。最悪銀行振込っていう手段もあるので、ちょっと相談ですね。で、カードの決済が終了してアカウントを作成すると、ここからアフィリエイトモンスターにログインできるようになります。はい、これがそのアフィリエイトモンスターですね。画面左がさっき見てもらった目次ですね。で、右の部分が本文です。動画も所々入ってます。動画は拡大して大きく表示できますのでね。で、本教材が他のアフィリエイト教材と明らかに一線を画しているところは、ワードプレスなどのサイト作成ツールを使わずに、本教材が提供するオリジナルサイトを使ってアフィリエイトサイトを構築していくというところなんですよ。今アフィリエイトをワードプレスで実践していて、今後もそれを使いたい人、あるいはこれからアフィリエイトをやるならワードプレスを使いたいと考えている人にとっては、この部分の情報は無駄になってしまうのでスルーしてもらう感じですが、ワードプレスを使わないサイト構築で SEO がどう違ってくるのかを検証するいい機会にもなるかもしれないので、そのあたりもよく検討してから購入してください。で、そのウェブサイトをちらっとお見せしますけど、ここからウェブサイトのデータをダウンロードできます。で、ダウンロードしたフォルダーをこんな風にサーバーにアップロードして、ブラウザのアドレスバーに URL を入れるだけで、ほら、こんな風にサンプルサイトが表示されるんですね。簡単でしょ。こんな風にすでにあなたの専用のウェブサイトが用意されてあるというわけです。もちろんこんな感じでスマホやタブレット、すべてのデバイスにきちんと対応しています。
で、このサイトを自分なりのものに変えていきながら、アフィリエイトサイトを構築していくって感じなんですよ。で、なんじゃかんじゃやっていくと、こんな感じでページを作れるようになっていきます。これをですね、一例として男性用シャンプーの商品を紹介しているページなんですけど、これ見本なんですけど、これもダウンロードできるんですよ。まあ、大体こういうテイストってことですね。で、あらかじめお伝えしておくと、アフィリエイトを全くやったことがない人は特に、教材の前半部分がちょっと脳みそが辛いと思います。フリーソフトをダウンロードしたり、サーバーの設定をいじったり、ダウンロードしたウェブサイトのコードの記述を変更したりとか、わけのわからない作業でしんどいと思うんですよ。出てくる用語も横文字多いですしね。でもこういうのは超えなければいけない壁なので、そこは我慢してやるしかないです。ですので、簡単、楽ちん、金儲けを期待しないでくださいね。アフィリエイトって商売なんで、やっぱりそれ相応の取り組みは避けて通れないですから、そのあたりは事前に承知しておいてください。ちなみに教材の内容の範囲に限りますが、ここの専用フォームから質問も受け付けます。教材の内容の範囲というのは、例えばこの部分の意味がわからないので教えてくれとか、そういう類の質問であれば受付 OK って感じです。私はこうやりたいんだけど、その場合はどうするんだとか、教材では取り上げられていない内容だけど、これについてはどう思いますかとか、そういった教材の内容の範囲を超える質問は答えかねますので、そのあたりはあらかじめ了承しておいてくださいね。はい、だいたいイメージはつかめましたかね。で、購入を検討したい方は、購入前に必ずこちらのページを一読してから購入してください。販売者がどこの誰だとか、クーリングオフはどうなってるとか、そういうものをちゃんとわかるように明記してあるんで、こういうのをちゃんとチェックしておかないと、後で知らなかったみたいなトラブルになりかねませんのでね。まあトラブルになる要素はないと思うんですけど、ネットの買い物トラブルって販売者に落ち度があるケースも少なくないですけど、消費者がよく説明を読まないことで引き起こるトラブルも結構多いんですよ。はい、ということで、もし気になる方はぜひ購入を検討してみてください。購入できるページの URL はこの動画の詳細欄に貼ってあります。はい、最後に注意点なんですが、この教材はその通りに実践すれば必ずお金が稼げる的な魔法の教材ではないということを承知しておいてください。この教材はアフィリエイトをやったことがない人が自力で稼げるようになるための手順を、僕自身の経験や実践をもとにやり方を提案しているだけのものなんですよ。要するに、僕はこういうふうにバット振ってるよ。だから今なかなかヒット打てない人は僕のバッティングフォーム真似してみてよっていうのがアフィリエイトモンスターなんですよ。イチローの振り子打法を真似てもヒットが打てない人がいるように、全ての人がうまく打てる魔法のバッティングフォームは世の中に存在しないわけです。この教材もそれと同じなんですよ。人によっては全然結果が出ないかもしれません。ですので、そういうリスクも頭に入れた上で購入を検討してくださいね。この教材が今後のあなたのビジネス活動においていいきっかけになることを本当に心から願ってます。ここまで視聴してくださってありがとうございました。